郡山駅は奈良県大和郡山市高田口町にある西日本旅客鉄道関西本線の駅である。駅番号は JR934。大和寺線の愛称区間に含まれている。大和郡山市の JR における代表駅である。当駅から西に約1トルのところにもう一つの代表駅である近鉄郡山駅があり、乗降客数も 近鉄郡山駅の方が多い。鉄道国有法により、国鉄関西本線となり、東北本線にある郡山駅との混同を避けるため、鉄道員では、大和郡山駅と改名しようとしたが、地元住民は承服せず、東大寺の古文書を持ち出して、大和の郡山の方が古いと鉄道員へ尋常した、結果、郡山駅に落ち着いたという歴史的経緯がある。よって、 福島県の郡山駅特別するため、乗車券類には郡山と印字される。改札相対式ホーム2面2線を有する地上駅。鉄骨造りの京上駅舎を有し、駅舎の外観は郡山城をイメージしている。以前は1点2番線の間には上下県用の対比線があった。1番乗り場北側には貨物積み込み用の側線があって、 特産の金魚出荷専用列車が発着していた。また、2番乗り場の南側にも木回し線があった。現在は分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。王子駅が管理し、JR 西日本交通サービスが駅業務を受託する業務委託駅である。かつては緑の窓口があったが、2014年2月13日を もって、営業を終了し2月14日より、緑の券売機プラスが稼働した。ただし、これ以降も、市販の JR 時刻表などでは、緑の窓口設置駅として扱われている。また、改札口東隣に、キオスクもあったが、駅前コンビニの設置に伴う利用者減のため、廃止されている。IC カード乗車券、愛子化の利用が可能。京駅び、 連絡通路は線路により分断された駅西側と東側の地域を連絡させる意味から山和郡山市の都市計画事業として整備されたもので連絡通路は山和郡山市道として位置づけられている2018年度の1日平均乗車人員は5239人である各年度の1日平均乗車人員は以下の通りである周辺はマンション 高団住宅が多く目立つ。昔からの市街中心部に通じる出口は駅の西側であるが、最近は東側が再開発され、ショッピングモールが営業している。近鉄郡山駅へは西へ徒歩で約10分かかる。バスは奈良交通バスが運行するシャープ前駅が朝に2本ある。また、大和郡山市コミュニティバス、元気城下町号が日中1時間ごとに、 元気地道号と元気平和号は3本運行されているのみである。また、駅東方約1キロの国道24号沿いに、大型ショッピングモール、4モール大和郡山が2010年3月25日にオープンし、東駅及び近鉄郡山駅からバスが運行されている。ありがとうございます。